中学生の時に、まあ、僕のこの人生が結構左右されるというか大きな転機があってめちゃめちゃ面白くて、あ、そこからなんですね。そう、そっから歴史にハマったっていう。それがどん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 発展していって、まあ、こういった YouTube での活動になっていくっていう。そうなんですよね。これから武士道さんどんな方向に向かっていくんですかね。まあ、そっちの世界にもちょっと足を踏み入れたいなとは思ってますけどね。どうも、乱世乱世。それ俺のですか。いやー、乱世乱世、どうも、ミスター武士道です。よろしくお願いいたします。どうもこんにちは、丸竹恵比寿と申します。よろしくお願いします。本日はですね、スペシャルゲストとしてミスター武士道さんをこのチャンネルに迎えてお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、ちなみにですけど、僕のチャンネルをいつ頃知られました？丸竹さんのチャンネルは結構始めた初期の頃に知ってたと思います。何時代くらいでした？何時代くらいだったかな。でもめっちゃ覚えてるのは、あの御三年合戦とあの前九年合戦のあたり、 あの辺ちょっとよく分かんなくなりがちじゃないですか。そうですね。僕本当にもうあの名前がもうムカついてて、もともとはなんかその12年くらいあった戦争をこう分けたみたいなそのやつがあったけど、でも実はそうじゃなかったっていうのが最近 その研究で分かってきて、その昔ついたその前半9年間後半3年間の前9年後3年で、今でもそれが使われちゃってるっていう。そうですね。それがもう本当にムカついててややこしいよと思いながら、まあその動画とか見たりとかして。なるほど、はい、だから2年ぐらい前か。ちなみに僕が武士道さんを最初に知ったのはですね、おすすめ欄に上がってくるじゃないですか。はいはいはい。一番最初に上がってきたのが中田敦彦さんの YouTube 大学は間違っているみたいな。あったあった。リスペクトを持ちつつも、うん、ここが違うんだよとかをお話ししている動画があるんですけれども。そう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 。その動画を一番最初に見て。あ、そうだったんですね。じゃあ意外とやってよかったのかな。まあそもそも中田さんがめちゃめちゃバーって伸びてて、はい、で僕もそのまあいろいろ見ていく中で、まあ日本史もエクストリームにバーってやってたじゃないですか、うんうん、でもまあその戦国時代オタクからしたら物足りねえなと思って、歴史オタクとしては物足りないからこれ言わせてくれみたいな、うんうん、のでまあもちろんその批判するつもりはなかったんですけどね。ちなみにですけど、はい、子供の頃とかそういった過去の話ってされたことあります？あ、チャンネルの中ではもうほとんどしてないです。多分少しは喋ったかなと思うんですけど、なんか芸人さんの頃みたいな話はされてましたかね。それは多分したと思います。その中ではそれより前ってどういう人だったんですか？小学校の頃はまあお調子者でしたね。野球部入ってて、はい、県大会も進んだりとか、まあ、それなりに強いチームだったんですよ。でそこにいた時に、まあ、あんまり上手くなかったんで、はい、なんとかその自分のアイデンティティを保たなきゃなと思って、うんうん、どうしようかなと思った時に、まあ、その面白いやつになるしかなかったみたいな。だから勉強とかは別にそんな別にできる方でもなくて普通でしたね、うんうんうん、ちなみに中学生はどうなっていきました？その後中学生の時に、まあ、僕のこの人生が結構左右されるというか大きな転機があって、学校の部活とかじゃなくて月謝払っていくようなこうリーグあるじゃないですか、シニアリーグみたいな。でそこに行ってたんですよ。まあやっぱ親父がすごい厳しかったんで。でもやっぱ全然ダメで、上手いやつらみんなその高校からスカウト来るんですよね。僕三重出身なんで、例えばなんか愛工大名電とか、まあ智弁和歌山とか、なんかそういう近隣の強豪校からこうスカウトが来て取られていくみたいなんですけど、 もちろん全く声かけられなかったし、あ、これこのまま野球やってても甲子園行けねえだろうなと思って、うんうん、将来の夢とかも甲子園出たいとかプロ野球選手になりたいみたいなのから野球始めてたけど、結局まあそれもなくなって、もう何もやりたくねえわってなっちゃって、なんか学校サボったりとか結構してたんですよね。あ、中学行かなくし、そう行かなくしなったりとか。でその時に担任の先生が、あと一回これ読みなさいって言って、大井龍馬っていう坂本龍馬主人公にした漫画を全巻ドンって渡してきて、はいはい、学校でですか？そう、学校の先生が。へえ。それ読んだらめちゃめちゃ面白くて。あ、そこからなんですね。そっから歴史にハマったっていう。はあ。じゃあ最初は戦国時代じゃなくて幕末の方が好きだったって感じなんですか？あ、そうですね。大井龍馬の中で序盤に描かれてるシーンで、その土佐は身分差別がすごいあったみたいな書かれてて、はいはい、でそのまあ龍馬は豪子なんでそこまで悪くないんですけど、もっとやっぱその身分が低い岡田伊蔵みたいな、この豪子の中でも低い人たちみたいなのも描かれてて、はい、でそういう人たちがその上司っていうその身分の高い侍に足蹴にされたりとか、ちょっとこう前を横切っただけで無礼者って言って切られたりとかするシーンがあって、結構グロいんですよね、大井龍馬って。あ、そうなんですね。結構その普通に腕パーンって吹っ飛んでったりとか、まあ、切腹したら内臓ボロボロとか。で結構その、まあ、女の人は裸とかもあるし、だいぶ大人向けの漫画なんですけど、はい、なんでそれを俺に勧めたのか分かんないですけど、確かに先生が中学生にはちょっと刺激が強い。そうそう、刺激が強い。でもそれにすごい影響を受けて、
うわこんなその歴史の差別っていうものがあったんだと思って、あなるほど、でそれを紐解くにはやっぱ戦国時代行かないと、まあ、いろんな説はありますけど、やっぱ長宗我部元親と、はい、でその長宗我部元親が滅びて、長宗我部家が滅びた後にその山内家が入ってきて支配層になったっていう、その歴史があっての龍馬のあの世界観なんで、うん、あこれ戦国時代勉強しなきゃってなって、そこからその四国の、まあ、長宗我部元親を調べたりとかしながら、どんどん戦国時代にはまってったっていう。なるほど、遡っていって戦国時代が面白いっていう。そう面白いってなって、じゃあ高校生の時とかは歴史一本になっていくんですか。その中学から高校行くタイミングの時に、その高校受験があるじゃないですか。で親父はその高校野球やってほしかったわけですね。あで俺はでももう甲子園行けないのに、やっても意味ないからやらないって言ってて、で、まあ、野球やらないんだったら勉強しろみたいなこと言われたんですよね。で進学校に入れたら別にその何も言わんみたいな感じだったんですよ、うんうん、できるもんならやってみろみたいな感じで言われて、はい、でその反骨心でじゃあやってやろうじゃねえかって言って、もうすごい猛勉強して一応進学校に入ったんですよね、高校の時に。で進学校に入ったんですけど、俺できるんだぞってことを見せてやりたいっていうだけでやった勉強だったんで、はい、受験終わったら全部もう抜けて、あ学校の授業についていけなくなっちゃったんですよ。でテストも赤点取りまくってて、友達付き合いするの疲れた、特にやりたいこともないしみたいな感じで、結局高校も行かなくなっちゃうっていうのがあったんですよ。だから高校時代は別にそんな勉強もしてないですし、その社会科の授業としてのなんかその成績めっちゃ良かったとかは別にないかなと思います。あなるほど、もう趣味の領域ですね、うん、そうですね、完全趣味ですね。で将来的にそれを仕事にしたいとかも全く思ってなかったですし、ただの趣味っていう状態ですね。で現在はそれがどん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 発展していって、まあこういった YouTube での活動になっていくっていう。そうなんですよね。だからそっから高校辞めて、でまた東京来て、最初お笑い芸人になろうとした時があって、はいはい、世の中で役立つスキルなんかないかなと思った時に、うん、人を笑かしたりとか、まあ、その明るいキャラクターみたいなのがあったんで、まあ、今でもあるかもしれないですけど、当時そのなんとか芸人みたいなのがめちゃめちゃ流行ってたんですよ。丸々芸人ですね。そうそうそう、家電芸人とか、はいはい、ね、ジョジョ芸人とか、まあ、いろいろいるじゃないですか、はい、そういうなんとか芸人で、あ俺歴史そういえば好きだったから、うんうん、歴史好き芸人これいけるんじゃないかと思って、なんか喋れる機会があった時に、こういう部署知ってますかみたいなこと言ったりとか、いやあんたそれまるで石田三成ですよみたいな謎のそういう例えツッコミとかしていやどういうことどういうことって言った後に、俺がこううんちこ喋って、はい、いや分かるかいみたいな、なんかそういうちょっとしたこう、ね、そういうキャラクターみたいなのを作ろうと思って、まあ、やってたんですよね。それがまあ今生きてるって感じですかね。そうですね、うん、そこで勉強した分が今知識として入ってますからね。そうですね、そうそう、だからそれで YouTube 始めると思った時に、あこれでも YouTube で他にやってる人がいない、あこれ突き詰めてったら、まあ、そこそこはいけんじゃないかなと思って始めたっていう、うんうん、今日が2月26日なんですけど、はい、今はまだ10万人に達してないけど、まだ達してないですね。もう多分これが出てる頃にはおそらく達してですよね。達してて、いやもう達するためにちょっとね行動はしますね最近は YouTube 以外でもいろんな活動されてると思うんですけど、本書かれましたっけ。あそうなんですよ、いいですかここで宣伝しちゃって。あどうぞどうぞ僕が全部書いたわけじゃなくて、徳永聡さんという方との協調というか、まあ、僕がまああの解説をちょっと書かせてもらった漫画でわかる戦国武将の最後図鑑という本で、これはこの徳永聡さんがもう YouTuber なんですよ。この人は武将の生涯とか漫画にして動画にしてるっていう人ですね、はい、でその聡さん の動画をこういう紙の漫画にして、でそこに僕がこの武将はこうですみたいな。ああなるほど、あ普通に漫画っぽく書いてあって、そうですね、で最後の方に1ページミスター武士道に聞くみたいな感じなんですか。そうですね、そこで漫画は結構ベースにしてるのが逸話とか後世に創作された軍記物から引っ張ってきたネタとかを結構漫画にされてるんで、まあ、そのあたり、まあ、実際の史実はどうなのかとか、まあ、最新の研究ではこういうふうに言われてるけどとか、まあ、そういうちょっと余計なことを書かせてもらってるって感じですね。最後図鑑ってなってるんで、うん、これで、まあ、興味を持って手に取って、うん、で読んでみて漫画で読みやすいっていう風に、まあ、勉強していった後に一番最後の方で実はこうかもしれないんだよ。そうそうそう、ライトな層とか、まあ、あとは、まあ、それこそ小学生だったりとか、まあ、僕も漫画歴史漫画に出会ったの中学生でしたけど、それぐらいの年頃の人たちにも読んでもらって、で、まあ、そこからこう沼に引きずり込むというか、うん、入り口ですね。そう、入り口として、まあ、もっとこう奥も深いぞっていうことを、まあ、伝えるのが、まあ、僕の役目ですかね。いやー面白そうですね、ぜひ皆さんも買ってみてください、はい、ありがとうございます、宣伝させていただいてこういうことも最近はやらせてもらってるんで、いろんなことやってるんですね。そうですね、せっかくその人が出てやってるんで、まあ、最近その歴史解説系動画っていうのはなんかここ数年でめっちゃ増えたなっていう、ゆっくり解説でめっちゃ増えたじゃないですか。増えましたね、うん、まあ、あれ昔からありますけどね、あれがこうなんか YouTube でも当たり前になってきたことで、
もうその知識さえあれば、ね、あとはもう打ち込めば作れちゃうじゃないですか、動画が。そうですよね。そのすごい裾野は広くなりましたよね。そうですね、うん、だからまあ今多分見てる方の中にもいっぱい知識持ってるぞっていう方いらっしゃると思うんですよね、うんうん、僕のチャンネルでも、まあ、武士道さんのチャンネルでも、うん、っていう人も、まあ、やろうと思えばすぐに YouTuber になれると。そう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 、そういった時代になってるんで。そうなんですよね。ぜひ、うん、今知識を持っていらっしゃる方々、我々と一緒に頑張りましょう。そうですね、協力してやっていくっていうのが一番大事ですね、はい、頑張りましょう頑張りましょう、頑張りましょう。だから何の話でしたっけこれ。これ今武士道さんの過去について聞いた後に、うん、今現在どんな感じのことをしてるんですか。じゃあその流れの中で、うん、未来について聞いていいですか。はい。これから武士道さんどんな方向に向かっていくんですかね。まあ、大河ドラマはずっと追いかけてるっていうのはあるので、はい、大河ドラマに出たいっていうのはありますね。武士を演じてみたいっていうのはありますね。はいはいはい。なんかよくね、視聴者とかからはなんかこう越後屋みたいななんか悪い商人とかの方がいいんじゃないかとか言われる。いや、そうですね、確かに。って言われるんですけど、いや侍やらせてくれやと。この動画が出てる頃には上がってるかもしれないですけど、またちょっと役者さんコラボさせてもらうのがいいかったんで、はい。芹沢盾人さんという、はいはいはい、ガッキーの旦那さん役ですね。再婚相手。めっちゃ声がいい人ですね。あ、そう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 。でその芹沢さんがその紹介していただいて、この前一緒に撮影させてもらいました。へえ、楽しみですねそれは。いやでもそういうのはあるので、まあ、そういう役者さんとかのお話聞かせてもらいながら、まあ、そっちの世界にもちょっと足を踏み入れたいなとは思ってますけどね。まあ、あとはそのやっぱライブとかはやりたいなと思ってて、トークライブみたいな。YouTube ライブではなくて。あ、そうですね、生の生の、うん、お客さんの前でいろいろこう歴史の話したりとか、うんうん、まあこう普段 YouTube でやってることをこう生でやるっていうのはやってみたいなとは、ね。ああ、公開収録的なことですか。まあ、そうですね。まあ一緒にこうライブ配信もしつつでもいいと思うんですけど、はいはい、まあ、舞台に立って、まあ、元々やっぱお笑いやった時に結構舞台立ってたんで、まあ、舞台に立つことの楽しさみたいなのはやっぱりあるんで。あ、そうなんですね、うん、僕は分かんない感覚ですね。あ、でもそっか、でも先生やったらやっぱその生徒の前で喋るじゃないですか。あ、そうかそうか、それに近い感覚なのかな、うん、かもしれないですね。あとはやっぱその、ロケも最近よく行ってるんですけど、はいはいはい、この前、うん、ロケ一緒に行ったんですけれども。はい、そうですね。どこに行きましたっけ。壇ノ浦でございます。平家がね滅亡する戦い、だから平安時代の終わりにですね、源の義経の軍によって平家が滅ぼされてしまうという、まあ、その最後の戦いがあった場所ですね。義経の八艘飛びの、ね、伝説が有名ですけども、その場所に実際に足を運んで、地元が九州なんですよね。そうですね、うん、僕地元は九州ですね、福岡県に住んでいますので、うん、まあ、そこら辺の地理に関してはそれなりに詳しいということで、うん、武士道さんのチャンネルの方でその動画が公開されると思いますので、はい、概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらの方をご覧ください。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。YouTube 高校本当にね勉強になりますので、学び直しに、いいと思いますのでね、 YouTube 高校を見て通史を学んだ後はよりマニアックな戦国話の方で大河ドラマなどをね追いかけていただいてもいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さらばじゃ。あれですよね、丸竹さんはこの辺りてか九州出身なんですよね。そうですね、僕は福岡県の久留米市出身です。お、久留米藩の久留米ですね。そうです、久留米藩よく知ってますね。豪華な船を作っているんですけど、この豪華な船には安徳天皇は乗っていなくて、はいはいはい、